今日はどっちにしようかな。そうね、彼らは目的のためなら何でもやるわ。七神、魔神、悪竜、これらに関する古き者どもですら彼らは平気で標的にする。それにしてもよりにもよってアビス教団を狙うだなんて。あら、旅人じゃない。あれ、なんでカウンが嵐姉さんのところにいるんだ。何か頼みたい依頼でもあるのか。こんにちは。今宝刀団について話し合っていたんです。そうなの、見境のない宝刀団といえどもアビスに関わってはいけないことくらい分かってるはずなのに。ですが近頃モンドとリーユエ一帯にいる宝刀団の南と北を代表する二人の頭が手を組み、何やら大きな計画を練っているようなんです。宝刀団、南と北を代表する二人の頭。人呼んで南の長子と北の会長よ。ああ、会長はオイラも覚えてるぞ。確かモンドでアンバーと一緒に戦ったよな。でも南の長子って誰だ。そう、リーユエ一帯の宝刀団をまとめる人物よ。団員からは姉貴と呼ばれているわ。彼女の盗賊としての際はまさに盗みの神の恩恵を受けていると信じる人もいるほどでね。だから神の長子とも呼ばれてるそうよ。とにかく宝刀団が過去に誰にも発掘されていない遺跡を発見したことと、その遺跡がアビス教団によって厳重に守られていることは事実です。とても危険なため普通は手を引くのですが、宝刀団は宝を手に入れることしか考えておらず、下っ端をおとりにアビス教団の戦力を分散し、精鋭を一人送り込んで宝を盗むといった計画を立てているようなのです。しかもその計画のためにわざわざフォンティーヌから姉貴と会長がとある大宝刀家を招いたらしいわ。大宝刀家？なんだかすごそうな肩書きだな。ええ、この筋では伝説の人物よ。宝刀団にとっての大宝刀家は冒険者たちにとっての大冒険者と同じくらい尊敬される立場にあるの。あなたたちもあのテイワット観光ガイドの作者を知ってるの？そう、大宝刀家は彼女と同じくらい尊敬される人物なの。だから南と北の宝刀団をまとめる二人の頭の力をもってしても彼を計画に招き入れるのは容易じゃなかったらしいわ。今のリーユエは大きな変革を迎えている最中にあります。ですから総務士も戦艦軍も宝刀団の処理をする余裕がありません。しかし私の直感ではアビスと関わる者には未知なる脅威が潜んでいます。ですのでこうして冒険者協会へと依頼をしていたのです。ああ、その依頼オイラたちが引き受けるぞ。本当ですか。やっぱり頼りになるわね。それじゃ気をつけていってらっしゃい。依頼の細かな部分は教会に任せておいて。貯金した方がいいだろうか。情報が合ってるといいんだけど、この辺りは見張りが少ないな。どうやら奴らはアビス教団の戦力を分散させることに成功したみたいだ。
の痕跡だ。方向はこっちで間違いなさそうだけど、奥に進めば進むほど不気味な雰囲気が漂ってくるぞ。気をつけろよ、オイラが後ろについてるからな。よし、出発だ。ふん。よし、出発だ。と、アビスの費用、何人たりとも覗いてはならぬ。ここに足を踏み入れたからには相応の代価を支払ってもらうぞ。裁きは使徒が下す。アビス、使徒ダイン、ダインスレイブのことか。なるほど、ただのネズミかと思ったが、まさかあのシスコイノと関係していたとはな。奴はお前たちを死なせたくてここに送ったのか？奴の抵抗などすでに意味をなさない。奴の起こすさざ波に変革を生む力などないからな。アビスを阻止するなど不可能。なんて力だ、こんなの見たことないぞ。
見せよ。おつ、ふん、ふん、つ、せ、裁きを受けよ。はっ、この地下どこかで、うん、そうか、お前はあのお方のだとすれば、ここに長居するべきではないか。はあ、危なかったな。大丈夫か？あいつすごく強かったぞ。アビス教団にもあんな強いやつがいたんだな。お、どうかしたのか？ああ、もう遺跡の出口はすぐそこだ。早くここから出よう。再会は俺が想像していたよりも早い。あ、ラインだ。その顔、何やら不気味なものにでも遭遇したようだが、まさか遺跡の中でアビスの使徒に会ったか。なんでわかったんだ？俺はアビスの使徒を追跡していたんだ。もちろんここで貴様たちに会うのは想定外だったが。逆さの心臓、手中のアビスエネルギー、いや、そんなものは俺も見たことがない。だがあらかた予想はつく。まずは貴様たちが見たことを話せ。アビスエネルギーがあった遺跡の底から逃げた後のことだ。その後、遺跡の出口で突然現れたアビスの使徒に道を阻まれ、オイラたちはそいつと戦ったんだ。もしかしたらまだ近くにいるかもしれない。なるほど、これは千載一遇のチャンスだ。俺についてこい。行こう。ダインが手伝ってくれるなら謎が一気に解けるかもしれないぞ。さっきのアビスの魔術師、オイラたちを待ち伏せてたのか？いや、奴らはただ遺跡守衛の残骸から何かを探そうとしていただけ。そうなのか。そういえば旅人もよくそうやって探してるよな。混沌の装置とか混沌の回路とか。少なくともそのような平凡なものではない。俺がこの近くを調査していたのは、アビスの魔術師がこの遺跡を頻繁に出入りしていたからだ。奴らは遺跡守衛の残骸からある特別な貴重品を探しているらしい。しかし、あの様子を見るにまだ見つかっていないようだな。じゃあどうしてさっき捕まえて詳しく聞き出せなかったんだ？もちろんあんな奴らに慈悲を施すつもりはない。ただこのことはアビス教団にとって何か重要な意味があるような気がしてな。その真相は拷問程度で吐くようなものではない。言い換えれば、アビスの魔術師は拷問などをはるかに超えた恐怖に直面しているのだろう。なんか鳥肌が立ってきたぞ。ここで時間を無駄にはできない。先に進もう。ここ一帯はアビス教団だけじゃなくて、遺跡守衛の動きも活発みたいだな。アビスの魔術師が潜伏してる場所に遺跡守衛もいるのはただの偶然か？この世に偶然などない。全てははるか古にまかれた種によるものだ。あの酒場で貴様が現れたのと同様に、時間はその種を芽生えさせる要素でしかない。気にする必要はない。アビス教団と遺跡守衛の関係も
もちろん偶然によるものではない。同じ樹木より生えた枝と言ってもいいだろう。樹木？枝？それって、奴らは皆500年前に滅びた古国カーンルイヤで誕生したんだ。え？カーンルイヤだって？そうか、アビス教団と遺跡守衛はカーンルイヤが滅びた後の残党だったってことか。でもカーンルイヤってすごく古い国の名前だぞ。あ、そうだ、旅人にも説明しなきゃな。カーンルイヤっていう国は、お？記憶？でもあの国は500年前に滅びてるんだぞ。ふん、人は誰しも秘密を抱えている。貴様が俺に深く聞かなかったように、俺も貴様のことを深く聞くつもりはない。しかし貴様に話す意思があるのならば聞こう。貴様が見たカーンルイヤとはどんな光景だった？あの時の話にそんな経緯があったのか。オイラはてっきり話の始まりは見知らぬ神との遭遇からかと思ってたぞ。ふん、この世界に来た時、隕石の中から妹に呼び覚まされたのか。どうやら妹さんの方が先に目覚めてたみたいだな。どれくらい先だったかはわからないけど。そして貴様の妹はカーンルイヤの滅亡が天変地異を引き起こすといい、一緒にテイワットを去ろうと、そう言ったのだな。カーンルイヤの滅亡？本当にそんなことを？貴様たちが経験したそれは500年前の出来事だ。どうやらこの世界で初めて目覚めたのもそれと同じ時期のようだな。つまりお前の妹さんは先に目覚めてたから、この世界のこともお前より知ってたってことか。そしてその後、見知らぬ神によって貴様たちの行く道が阻まれたと。その話ならオイラも聞いたぞ。そうか。貴様が目覚めた時、カーンルイヤという地名については何も知らず、ただ急いでこの世界を去ろうとした。しかし今テイワットを少しずつ知っていくうちに、あれがカーンルイヤが滅亡した戦いだと考えるようになった。そうだな。そういえば旅をしている間、古い書物をたくさん調べてたよな。モンドやリーユへの各地で集めた書物に対してあまり役に立たないとか言ってたし、それって妹さんを探すためにカーンルイヤについて調べてたんだな。なるほどな。七神を探したいなら七国を巡ればいいけど、カーンルイヤは500年前に滅亡したから。カーンルイヤについては俺の方が詳しいだろう。カーンルイヤは神を持たない国。神は死んでも去ってもない。ただ最初からカーンルイヤの歴史には存在しなかった。あれは人類によって建てられた強大な国であり、人々はその輝かしい繁栄と文明に誇りを持っていた。神が存在しない国。そして貴様の記憶にもあるように、全てが神によって滅ぼされた。それって500年前、神々が降臨しカーンルイヤを滅ぼした。人類の誇りも雑草のように神々の庭から駆除された。そんな、歴史の本にも載ってないぞ。ふん、このまま過去のことを話しても気がそがれるだけだろう。まずは先に進もう。貴様が知りたがっていることは進みながら教えてやる。
そこを見ろ。遺跡守衛とアビスの魔術師がいるぞ。さっき遺跡守衛は全部カーンルイヤから来たって言ってたよな。それってカーンルイヤには守らなきゃいけない遺跡がたくさんあったってことか。いや、遺跡守衛という名は現代人がその印象から勝手につけたものだ。500年前の人々はそう呼んでいない。現在は遺跡守衛などと呼ばれているが、当時のカーンルイヤでのコードネームは幸運鬼だ。幸運鬼？変な名前だな。貴様たちが考えているものではない。幸運鬼とはあくまでもコードネーム。当時のカーンルイヤ人は兵器にコードネームを使用していた。土地は農具で耕すものではない、鉄と血で争奪するものだ。この理念をもとに幸運鬼が誕生した。鉄と血で土地を争奪？カーンルイヤ人が言う土地ってなんだか不穏な雰囲気がするな。カーンルイヤが滅亡した今、主を失った幸運鬼は制御不能になった。長い時をさまよい、このテイワット大陸に点在している。他の滅びた文明と共鳴するかのように古代遺跡の中をただただ彷徨っている。なんかかわいそうだ。これ以上深く話しても貴様たちには何の意味もない。何はともあれ今の奴らは脅威だ。全て片付けた方がいいだろう。逃げようなんて思わ。アビスの魔術師の体から出てきたこの呪符、もしかして何かのメッセージか？ふん、この気配アビスの使徒と関係しているようだな。アビスの魔術師から出てきたということは、おそらく奴らの行動に関わる内容が記載されているのだろう。でもこの文字全然読めないぞ。カーンルイヤの文字なのか？敵の信仰を巻きとし、崇高なる姫様に栄光の火を灯さん。それがメッセージの内容か？運命の食器、原初の計画。どうやらアビスどもはある計画を実行しているようだ。そしてその鍵となるのが運命の食器。まだ初期段階のようだが、いろいろと試行錯誤をしているようだ。運命の食器？運命を折る機械ってことか？確かにあの不気味な遺跡、見るからにその計画と関係がありそうだな。ダイン、メッセージには他に何が書いてあるんだ？今読んでいる。複雑で理解できない部分もあるが。どういうことだ？一言で言えば、計画の初期段階は渦の魔人オセルと関係している。渦の魔人、あの海の中にいる魔人だよな。でもオセルに何をしようとしてるんだろう。その事件については俺も知っている。アビス教団が流祭でやったこともな。結果を見れば、貴様たちはすでにアビス教団の計画を一度阻止したことになる。この前は神の眷属で、今回は古の魔人か。標的がどんどん大きくなってるぞ。アビスは今回もトワリンの時みたいに騙したり魔術を使ったりしてオセルを腐食させようとしてるのか？いや、このメッセージによれば今回の計画はさらに進んだものだ。精神の改造に限らず、幸運鬼を製造する技術によりオセルの肉体を改造しようとしている。そんなことできるのか？まさかアビス教団のやつら、究極殺人兵器、機械魔人イカを作ろうとしてるのか？今となってはカーンルイヤの文明を知る者は少ない。それがどの程度のものか判断するのも難しいだろう。だが
アビス教団がカーン・ルイヤの失われた文明を追い求め、その意志と執念だけで動いていることは確かだ。どうやら汚れた逆さ心臓をもとにオセルの体を機械魔人に改造するとこのメッセージには書いてある。そして最古の幸運鬼の目は心臓の手のひらにあるエネルギーの新たなコアとなるようだ。最古の幸運鬼の目？あ、オイラわかったぞ。アビスの魔術師がずっと探してたのはそれだな。そうだ。話がどんどん複雑になってきたな。でもやっぱりあの不気味な七天神像と関係があったってことだな。ああ、メッセージによればその目を汚れた逆さ心臓の手のひらに置けば天空の島にあるカムクラを揺るがす力を新たに誕生した魔人に与えることができる。この計画スケールが大きすぎてわけがわからないぞ。でも最古の幸運鬼がどこにあるのか誰もわからないんだよな。だったらまずは心臓から調査してみるのはどうだ。ああ、原油野郎はいつも場所を転々としてるからセピロス教会に聞いた方が早いだろうな。大聖堂か。ダイン、どうかしたのか。気にするな、先を急ごう。巨大な心臓、壮大な大聖堂。モンド人がこれらを作るのにどれだけの資源とエネルギーを費やしたことか。しかしそんな贈り物を受け取った風神は一体どれほどの見返りを渡したというのだ。信仰は見返りを求めないものだろう。ふん、神がそれでいいと思っているのなら何も言うまい。しー、もうすぐ大聖堂に着くんだから風神の悪口はやめといた方がいいぞ。それに風神も実は、なんでもない。俺は元から大聖堂に入るつもりはない。シスターと話す役目は貴様たちに任せる。え、貴様はモンド城の栄誉騎士だ。深く信頼されている。この役は貴様が適任だろう。それに俺が行けば警戒されるのが目に見えているしな。ああ、それに小さいのが言うように俺はいつだって教会に対し不都合なことを言いかねない。信仰を拒む者が信仰の地に入れば待っているのは災いのみ。さあ、話せることは全て話した。俺たちがここで立ち話をしている間にもアビス教団は動いている。そっか、じゃあ二人で聞いてみよう。それと汚れた逆さ心臓については教会の人間に言わない方がいい。心臓のこととなればセピロス教会も黙ってはいられないだろう。しかし奴らが手を出しても邪魔になるだけだ。それに誰であろうとアビスと関わったら最後いい結末を迎えることはない。教会に行って聞いてみるといい。俺はここで貴様たちを待っている。栄誉騎士、こんにちは。元気にしてた？あ、先に言っておくけど天空のライアーは貸せないからね。どうやら現実はバレてないみたいだな。オイラたちは情報収集に来たんだ。最古の幸運鬼って聞いたことあるか？幸運鬼？さあ、何に使うもの？やっぱり知らないか。じゃあ質問を変えよう。教会は
過去に七天神像をなくしたことはあるか？え？あなたたち歴史について聞きに来たの？すごく意外。とっても昔のことだからそのことについて話す人はもうほとんどいないんだけど、遠い昔、確かにとある七天神像が一夜にして消失したことがあるの。当時教会にいる人たち全員で捜索したらしいんだけど、結局見つからなかったんだって。後にこの怪奇事件は失われた七天神像って呼ばれるようになったの。やっぱり。やっぱり？なんでもない。他に何かあるか？その、変わった出来事とか。バーバラには悪いけど、まだ心臓のことは話せない。バーバラの安全のために。変わった出来事？教会に記録されてるものだと、ボー君の遺恨とかかな。でも、時期的にはその七天神像とはあまり関係ないかも。ボー君の遺恨？その変わった出来事は、今では風流廃墟と呼ばれるようになった旧モンドで起こったの。あの時はすごく危険だったんだって。誰かがそこに近づくと、天から火の玉が降り落ちてきたらしいよ。天から火の玉？それは怖いな。当時の人々はそれを竜巻の魔人の呪いだと思っていて、ボー君の遺恨と呼ぶようになったの。その奇妙な現象が一年続いたんだけど、解決できなくて結局時間が経ったら自然と消失したんだって。後になって教会もボー君の遺恨と竜巻の魔人の関係を否定してるの。だって竜巻の魔人は火の玉を吹けないもの。あの災いはおそらく他に原因があったんだと思うけど、このことは多分失われた心臓と関係。わかった。ありがとう。ありがとう。何やらまた面倒ごとの気配がする言葉が聞こえたわね。あ、ロサリアさん、こんにちは。騎士団を探してるなら無駄足よ。あの魔物たち？風魔竜の混乱に乗じてモンド城に攻め入ろうとしてきた魔物のことよ。それってアビス教団のことじゃないか？あいつらが現れたのか？ええ、すでに放浪寮に集まってるわ。狼たちもピリピリしてる。もしかしたらアビス教団はボレアスの残魂を狙ってるのかもしれないわね。目的に関しては私もわからないけど、ジン団長がすでに向かっていて、私も裏で動く予定よ。じゃあ私も行く。君は教会に残りなさい。ジン団長からのお達しよ。でもあなただって聖職者でしょ。ああ、オイラたちもジン団長の手助けに行くぞ。わかった。栄誉騎士がそこまで言うなら。でもお願いだから気をつけてね。風神の加護があなたたちの安全を守らんこと。なるほど、アビス教団に新たな動きがあったと。汚れた逆さ心臓と関係があるのかもしれない。俺たちもそこに向かおう。でもアビス教団は放浪寮で何がしたいんだ？まさかトワリンの時みたいなことを？もう災いは起きてほしくない。いや、それはない。鎮圧されたオセルとは違って、魔人アンドリアスはとっくに死んでいる。今放浪寮を守っているのはただの残魂だ。アビスの使徒がその残魂を標的にしたのは風神の眷属から情報を聞き出そうとしているだけかもしれない。油断するな。行くぞ。燃えろ！結構多かったな。近づけば近づくほど敵の数が増えるか。
実に教団らしい。おう、行こう。俺はここにいよう。え、どうしてだ？モフモフした生き物が怖いのか？狼とは関係ない。かつての魔人が七神に仕えてるのが気に食わないだけだ。そのような行為を認めるつもりはない。無論話す気もない。それにこういうのは貴様の得意分野だろう。俺にはできない。神は当てにならない。俺の個人的な意見だと思って聞くがいい。いいか、神に対していつどんな時でも警戒を怠るな。奴らを信じきるな。そして簒奪や強行の道にも落ちるな。たとえ貴様が退治したあの憎き敵であっても。神を信じるなとか、強行の道に落ちるなとか、矛盾した考え方だ。過去の教訓だ。最後に事実を一つ教えてやろう。え、なんだ？カーンルイヤは神によって滅ぼされた国。そしてそれがアビス教団が七神の国を滅ぼしたいと思っている理由だ。話はここまでだ。今は優先すべきことがある。俺は残りのアビス教団を片付ける。貴様も手っ取り早く終わらせろ。ことが終わったら放浪寮の入り口で合流だ。ああ、もう行っちゃったぞ。本当におかしな人だな。ああ、お前も見知らぬ神のことを警戒してるもんな。リーユへのゲーセン儀式の時もダインと似たような選択を取ってたし。まあ、お前も大変だな。栄誉騎士パイモン、どうしてここに？ああ、ジン団長、無事でよかったぞ。ロサリアからここで戦ってるって聞いたから火星に来たんだ。そうか、感謝する。今回の暴動は通常のものとは違う。アビス教団が放浪寮を囲い始めている。私も兵を向かわせているところだ。そして放浪寮を偵察していたところ君たちに出会ったんだ。ロサリアが言うには、奴らの標的はボレアスのようだ。しかし、アビス教団とボレアスに一体どんな関係？単純に面倒を起こしたいだけなんじゃないか？ほら、アビス教団はトワリンにもちょっかいを出しただろ？風神の眷属にもう一回手を出してもおかしくないと思うぞ。確かに。とにかく、この辺り一帯の脅威は、すべて私が引き受けよう。栄誉騎士、君は王老のもとへ向かって状況を確認してきてくれないか。魔人の残魂、めったにお目にかかれないが、君はそれに会ったことがあると聞いた。君が適任だと私は思う。うん、気をつけてくれ。後のことは任せた。あそこ見ろ、レザーだ。あとアビスの使徒。ここはお前を歓迎しない。残魂の狼にも後継ぎを守る習性があったとはな。防衛のためか。しかしその実力、魔人の足元にも及ばぬ。我々に服従すれば神に匹敵する力を得られるだろう。それこと何の儀式だ。苦しそうだぞ。トワリンの時と同じ腐食か。狼は屈しない。でもこれ以上は。何度やろうと無駄なあがきだ。燃えろ。みんながそばにいて火炎よ、燃やし尽くせ。夜の権限、一緒に遊ぼうよ。判決を下す。私に神聖を。
終焉の審判、うん、断罪の足元に気をつけて、逃げようなんて思わないでよね。せえ、みんながそばにいてく、判決を下す。カドのカラスがユウヤを求めている。せえ、ここだよ。逃げようなんて思わないでよね。せえ、裁きを受けよ。儀式が中断されたか。運が良かったな。残魂にもこれほどまでに固い意志があったとは。しかしこの程度のこと何の影響もない。また消えた。ありがとう。いいところに来た。こんな無様な姿を人間のルピカに見せるとは。しかしアビスの使徒、我も甘く見られたものだ。オーロ、試練拒まない。でも不気味な外来者、掟守らない。俺も罠に気づかなかった。それってアビス教団は試練を利用して王老を呼び覚まし腐食しようとしたってことか。ありがとう。俺の爪もっと強くなる。お前たち危険な匂いたどってここに。いや、オイラたちは話を聞いてここに来たんだ。鼻はそんなに良くないからな。助けに来たついでに質問させてくれ。そのこちらの魔神殿は最古の幸運期を知ってるか。我は人間の造物などに興味はない。故に幸運期なるものは知らないが、印象に残っている機械なら一つある。あれは我の試練に誤って立ち入り、我もあれを試練を受ける勇士として扱った。知能はなく、ただ戦闘と殺戮のためだけに作られたものだ。我の攻撃で損傷し、倒れる前にこの試練場を離れたがな。その感じだと最古の幸運期の可能性もなくはないぞ。ミサイル？いや、さっき言ったように人間の造物には興味がない。回転と跳躍、そして火の玉を放つ力は魔人には及ばないが、神の目を持つ者より上だ。火の玉？なんか最近どこかで聞いたような。とにかくこれって最古の幸運期はモンドに来たことがあるってことだよな。しかも最古の実力は他の量産型の遺跡守衛よりもだいぶ強いものみたいだ。でもこの話によると、狼の試練で損傷してるみたいだな。役に立った。大助かりだ。ありがとう。オイラたちは重要なことを調べに行くぞ。アビスの使徒が離れたとはいえ、教団の攻撃はまだ止んでないから、お前たちも気をつけろよ。もっと危険な匂いある。お前たちも気をつけろ。すごい情報が手に入ったな。早く隊員に知らせよう。そうだ、団員は神団長に会ったか。
見かけたが会わないように避けた。彼女は志賀騎士であり代理団長でもある。俺を警戒している。気をつけなければ彼女の調査対象になってしまうだろう。ところで魔物は片付けたが情報はなかった。そっちは何か収穫があったか？なるほど、これで最古の幸運期の全貌も少しはつかめるだろう。え、本当か？王老から聞いたことだけで？それだけではない。もっと全体的に考えた上で出した。例えば貴様たちが教会で聞いた歴史について。そうだ、そのシスターから聞いた暴君の遺恨に関する事件だ。暴君の遺恨は放浪寮から逃げた機械が発射したミサイルなんだ。狼の試練で損傷した後さまよい続けて旧モンドの廃墟までたどり着いた。人が近づくとミサイルを発射してたけど、ある日ついに壊れてその天から降る火の玉もなくなったんじゃないか。当時のモンドの人はあまり遺跡守衛を見たことなかったから暴君の遺恨って呼ぶようになったんだと思うぞ。どうやら次は風流廃墟と呼ばれるあの場所に行って詳しく調査する必要があるようだ。うん？それはどういう意味だ？それって、ああ、わかったぞ。あの高頭に居座る守衛は確かに印象深かったな。よし、元素資格で見てみようぜ。どうだ、何か分かったか？何もない？期待してたのに。何か勘違いしてるのかな。方法の問題だ。幸運期に元素資格を使っても意味はない。動作のエネルギーが元素ではないから。俺が試してみよう。完了だ。あ、これはアビスの使徒がずっと探していた最古の幸運期の目だ。今まだ残っている遺跡守衛は全てこのプロトタイプのレプリカ。その戦闘力は計り知れない。プロトタイプ？難しい単語だな。アビス教団の思惑通り、目を汚れた逆さ心臓の手に置けば、渦の魔人オセルの死体をつなぎ、機械魔人を創造することで、天空の島にあるカムクラを揺るがす力を新たに誕生した魔人に与えることができる。はあ。じゃあこの目はどうするんだ？いや、俺が保管する。ダイン、それを使って悪いことを企んでたりしないよな。疑いたければ好きにしろ。俺はその力が利用されないために確保する必要がある。他の場所に隠しても見つかる。教会も信用できない。おう。それだけではない。不安要素を残さないようあの汚れた逆さ心臓を処理しておく必要がある。教会に介入させるつもりはない。俺たちだけで終わらせる。処理とはつまり破壊することだ。破壊？あの七天神像を？価値のある文化物だぞ。バーバラが知ったら今度こそ失神するぞ。七神のものを俺が守る義務があるのか。あの遺跡へ戻って逆さの心臓を破壊する。それに運が良ければアビスの使徒とも会える。俺がいれば今度こそ奴は逃げられない。
さか、またここに戻ってくるなんて。やっとのことで逃げ出したのに、また自分から入るのか。オイラたちみたいに勇敢な冒険者はテイワット大陸でも希少だと思うぞ。あの不気味な心臓を見つけるには前に逃げてきた道をたどっていけばいいはずだよな。よし、じゃあ出発しよう。警戒は解くなよ。どうやら着いたようだな。海水体、実に不快な部屋だ。やっぱり怖い。気をつけろ。汚れた逆さ心臓に蹴押されるな。アビスの使徒もここにいる。やはり勘が鋭い。相変わらずしつこいな。教団の敵ダインスレイブよ。その体から漂う恐ろしい血生臭さ、漆黒の悪夢からのものか、それとも。なるほど、実に危険だ、この腐敗の匂いよ。どうやらお前も我々と同じ危険なものであるようだ。しかし教団以外の危険は檻に閉ざされているはず。ち、その下腐敗しきっているようだな。切り落とす。おさわり禁止。裁きを受けよ。
燃えろ、全力攻撃だ。おさわり禁止。岩王帝君のために。お前の妹さん、ダインを知ってるのか？ホタル、また会ったな。どういうことなんだ？ダインが妹さんの名前を知ってるぞ。ソラ、その人と一緒にいちゃダメ。その人は私の敵。ホタル。これは言わなきゃいけないことなの、ソラ。ダインと一緒に私を、アビスを阻止しないで。その人、ダインスレイブは、最後のカーンルイヤ宮廷親衛隊、末光の剣。500年前、彼はカーンルイヤの滅亡を阻止できなかった。その時に不死の呪いをかけられ、荒野をさまよった。彼が守ろうとした民が、アビスの怪物になるのを見ながら。ダインが、カーンルイヤ人だって？ 500 年前に滅びた、あの、カーンルイヤ人？それに、民が怪物になるって。今のアビス教団は、カーンルイヤと関係があるどころか、カーンルイヤの移民だったのか？ダインはお前の敵って、何がなんだ。いえ、もちろん、空がいる場所が家だよ。でも私は、まだ空と次の世界に行けない。少なくとも今は。アビスが鎌倉を下す前に、まだ、天理との戦いが残ってる。聞いて、空。私はすでに一度旅をした。だから、空も私と同じように終点にたどり着けば、この世界の淀みを見届けることができる。私たちはいずれ再会する。急ぐことはないよ、空。待つだけの時間が十分にある。私たちには十分時間がある。言っちゃったぞ。そんなに悲しむなよ。きっとまた会えるぞ。いい方に考えよう。少なくとも手がかりは見つかったな。そうだろそうだろ。とにかく家族を探すためには、七神以外にもダインが突破口に加わったってことだよな。おう。でも
あいつらが話してたこと難しかったよな。全部理解できたか？そっか。じゃあもう一回整理しようぜ。まずはあのアビスの使徒、お前の妹さんを姫様って呼んでた。お前の妹さんはアビス教団を率いてて、アビスの使徒よりも地位が高いってことだな。一番高いかどうかはわからないけど。それとお前の妹さんが鎌倉を下し天理と戦うのが目的だって言ってたけど、どういう意味なんだろう。七神と七国を滅ぼすってことなのか。あとアビス教団の怪物はカーンルイヤの民が歪んでできた化け物だった。これダインはカーンルイヤ人で500年前に全てを経験した。でも怪物にはなってなくて、500年経った今ではアビス教団と対峙している。それってお前の妹さんが言ってたダインは私の敵って意味だよな。でもアビス教団の怪物が当時のダインが守ろうとした民なら、どうしてダインはアビス教団と敵対してるんだ。それに一緒に探してた妹さんもどうしてアビス教団に協力してるんだろう。おう、そうだな。ひとまず元気出していこうぜ。オイラたちの旅は終わってない。出発しよう。か、お前の妹さんが終点にたどり着けって言うならたどり着いてやろうぜ。旅人、一緒に行こう。